欲望をうごめく夜の街、街角に立ち客を誘う外国人売春婦、そして風俗店で働く外国人女性たち、そのほとんどが不法就労であり、中には不法滞在の者もいるという。そうした外国人女性たちが昼間パチンコ店にたむろしていると、地元住民から情報が入り、東京入国管理局警備第2課と長野県警小諸署が合同で摘発に動いた。行くぞ。営業中のパチンコ店には一般の客もいるので、慎重に摘発に当たらなくてはならない。正面入り口から警戒されないように客を装って次々と入っていく。それと同時に逃走できないように裏口も固める。店内に入ると要所要所に入国警備官が配置にされ、一網打尽にする作戦だ。化粧室に逃げ込まれないように女性警備官が前を固めた。静かな摘発がまさに始まろうとしている。班長が動いた。摘発開始。目をつけていた女性に近づき声をかける。外へと同行を促し、パスポートを確認。とその時である。入国警備官の動きに気づいた女性がダットのごとく逃げ出した。すかさず制止。やはりやましいところがあるのだろうか。彼女の友達なのか、声を聞くなり慌てて女性が逃げ出した。タクシーで逃走しようというのか、間一髪のところで制止した。しかし中には往生際の悪い者もいる。この日、不法滞在で14人の外国人女性を摘発。強制送還の旅費は自分で払わなくてはならない。中には不法滞在10年という悪質な者もいた。東京入国管理局が今最も力を入れているのが、ジャト、またスネークヘッドと呼ばれている中国人の密入国斡旋ブローカーの摘発だ。今年2月、東京で中国人男女4人が誘拐され、中国に残る父親から身代金が奪われるという前代未聞の事件が起こった。中国人グループの抗争や中国系非合法組織による恐るべき犯罪も続発している。密航も後を絶たない。去年密航で強制退去した数は1070人。しかし今年は2月までで軽くその数を上回ってしまった。その裏で福建省を本拠地に密航を斡旋する組織の存在が明らかになってきた。それがジャトーである。東京入国管理局は日本に来る船を抜き打ち的に捜索して対処に当たっている。ジャトーによる密航者がこれほど増えたのは成功報酬方式によるものだという。密航費用は約300万円。1割手付金を払い、残金は日本で働き返済をする。この日、この船には密航者はいなかった。偽造パスポートを巧みに操るジャト。東京入国管理局では複数の偽造パスポートが小包みで中国から送られてくるという情報を入手。早朝、受取人の中国人が住む工場の寮へと向かった。郵便物を押さえるのと同時に、その受取人も押さえなくてはならない。小包が当人に渡されるその瞬間が勝負。配達は午前便と午後便の2回。配達人はどの道から来るかわからない。寮の建物の北側と南側、2班に分かれて張り込みを開始。無線を使い、お互い連絡を取り合う。送られてくる偽造パスポートは密航者に手渡される可能性が高い。受取人の中国人はジャトーの一員なのか。郵便配達が来た。
反対側で張り込んでいた班から無線で連絡が入った。急がなくてはならない。突入が遅れれば素早く開封され偽造パスポートを天井裏などに隠されてしまうかもしれない。だが配達人の様子を見るとどうやら小包は配達していないようだ。この便ではなかったのか。配達人に確認してみる。はい、みんなに残すってのはありますか。普通のなんかハガキですけど、ハガキは、はい、そういう気はなかったですか。小包はまた別の人が配達するんで、小包の配達は業者に委託することがあるという。どの業者が何時に来るかわからない。気の遠くなるような時間との戦いだ。だが4時を過ぎても現れない。もしもし、どうぞ。本部に連絡を入れ郵便の状況を確認してもらうと意外な返事が返ってきた。小包が隣接する工場の方にすでに届けられてしまったというのだ。直ちに工場に向かう。はい、お宅で中国の方が働いておられると思うんですが、ええ、今日は郵便物届いてたと思うんですよ、ええ、でも本人に渡されましたか。渡せました。すでに小包は本人が寮に持ち帰ったという。一刻の猶予もできない。すでに開けられ隠されてしまったかもしれない。寮に突入。本当にか、本人に管理する。上がっていい、上がっていいか。人中不意魔、ごめん。部屋には留学生風の若い中国人男性が2人。小包の受け取り人であるこの部屋の住人はいない。一体どこに行ってしまったのか。そしてこの中国人2人はなぜこの部屋にいるのか。だが小包はこの部屋にあった。この中に偽造パスポートが隠されているのか。中国からの小包は確かにこの部屋に届いていた。これで偽造パスポートが送られてきたのか。おい、これ。ああ、これ。中身どうしたか。これだけ、どっから送ってきたのこれ。これ？これ何これ？箱の中に残されていたのは漢方薬などの薬だけ。外追ってこい。入っていたと思われる偽造パスポートも受け取り人の中国人と共に姿を消していた。受け取り人の中国人が戻ってくる可能性があるため別班が工場の前で張り込むことになった。捜査令状を執行して徹底的な家宅捜索に取り掛かる。この部屋で箱を開けたのは確かだ。どこかに偽造パスポートを隠したに違いない。待つこと1時間。受け取り主になっている中国人男性が帰ってきた。あれだろ、パスポートのことで話があるから、ああ部屋まで来てくれる。一緒に、はい、ちょっと待って、はい、受け取り人の男を確保。寮に同行を願い事情を。あなたの名前だな、これ。はいはい、あなたが会社で受け取ってここに持って帰ったの。はい、これ開けたの誰。私たちここに来た時こうやって置いてあったね。こうやって置いてあったね。もう開いてた。誰が開けた。誰が開けた。誰が開けた。中何が入ってた。見ながら、僕フロール見ながら。誰が開けたの。私たち来た時も開いてた。あなたの名前書いてあったから、私たち中確認しようと思った。もう開いてた。あなたが開けたか。いや、僕は開けた。誰が開けた。パスポート。パスポートどこにある。出して。あ、よし、ちょっと置いてパスポートがあった。これ偽物な。金払った。お金払って押してもらった、はいはい、いくら払った。
30万。ビザの偽造スタンプが押してある。さらに捜索すると中国の大学の卒業証明書が出てきた。これ誰？友達とあんた、これ弟かなんかじゃないのか？はい、日本来てないだから。なぜなら日本に来てない人の子はあるんだ。ここにこれ誰？これ誰だよ。これはこの写真誰？あ、これ。なぜそんなに写真がたくさんあるの？さらに留学生が日本でアルバイトをするのに必要な書類も出てきた。密航者が学生になりすまし日本で職を得るのに欠かせない書類だ。情報では複数の偽造パスポートが送られてくるということだった。まだ他にもあるはずだ。徹底的な捜索が始められた。これパスポートと登録書出ましたよ。それ俺も持ってきたんでしょうね。粘り強い捜索の末ついにもう一冊の偽造パスポートを発見。この場で摘発となった受取人の男をさらに詳しく取り調べることにした。この日押収したのは2つの偽造パスポートと偽造外国人登録証。中国では8万円で偽造外国人登録証が売買されているという。背後に見え隠れするジャトーの存在は否定できない。東京入国管理局警備第3課では都内の民間アパートにジャトーの一味が住んでいるという情報を得、内偵調査を進めている。ジャトーのアジトはこの先のアパート。一体何人の不法入国者が住んでいるのか。入国警備官が隠し持っていたカメラを出した。この日は現場と容疑者の確認が目的である。捜査令状を請求するためにも本人の写真が重要な決め手となる。だが現場のアパート付近はあまりにも見通しが良く、カメラを出すだけで怪しまれかねない。相手もそれだけ警戒しているのだ。ひとまず写真を撮ることはやめ、作戦を変更する。小型ビデオカメラをバッグに隠し、直接本人宅を訪ね撮影することにした。これは地下あたりと呼ばれ、内偵調査の中でも最も高度でかつリスクも大きい。訪問先を間違えたふりをして相手にドアを開けさせ、本人と直に対面して容疑者かどうかを確認する。悟られたら全てが水の泡だ。ごめんください。すいません、小島さんち、こちら、はい、小島さんち。何や、小島さんちじゃない、はい、違います。すみません、小島さんこのアパート小島さんない、ね、いない。ああ、どうも。確かにジャトーの一味らしき男を確認した。東京入国管理局に戻り、内偵調査をもとに緊急の作戦会議が開かれた。洗濯物などの様子から複数が出入りしている可能性も高い。作戦会議は深夜にまで及んだ。いよいよ決戦の朝、現場到着。彼女電話してもらう。間違い電話を装い男の在宅を確認する。青柳さんのお宅でございますか？さん、電話間違いですか？あ、そうですか、はい、申し訳ございません、失礼します。行きましょう。現場は見通しが良く大勢で行くと警戒されてしまう。徒歩部隊と本隊の2班に分かれ、本隊は車に乗ったまま徒歩部隊とつかず離れずアパートに接近していく。現場に着くと車を正面につけ直ちに突入である。入国警備官たちが作戦通りアパートを取り囲む。これで一部の隙もない。こんにちは。あ、でも、どう？ちょっと待って、裏回ったぞ。だが
裏もすでに固めてある。袋のネズミだ、観念しろと窓を叩く。あ、いいよ。はい、東京にか。こんにちは。中国の方ね。邪党の実態が今暴かれる。ここまでは P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。中国の方ね。そうね。なんか裁判所からね、令状をもらってきてるから、今日捜索許可状。はい、16時28分。部屋には密入国ブローカーのメンバーがいた。だが部屋の様子からすると何人かで住んでいるはずだ。天井裏に逃げ込んでしまったのか。しかしいない。男にパスポートの提示を求めると、何食わぬ顔でパスポートを渡した。開けといて開けといて。日本来た。分かんない。分かんないでどうやって来た。日本も分かんない。日本分かってる。どうやって来た。分かんない。飛行機で来た。新規だけど。船で来た。飛行機で来た。飛行機よ。何これ、パスポートでしょ。うん。あなたこれで来たの。そうね。これ違う、偽物だ。これあなたのバッグな。あなたこの中からこれ出したな。なんでこの飛行機取ってんの。それは紛れもない他人のパスポートのコピーだった。続々と出てくるパスポートのコピー、一体何人分詰まっているのか。何が嫌だ。このパスポートのコピーを一体何に使っていたのか、この男。そして衣服の数、容疑者以外に誰かが住んでいることは確かである。誰が住んでいたのか。9本10本。おい、これなんだこれ。おい、じゃあここは本拠地だから。ああ、まあ、あり得る。来た時の斡旋、就労斡旋じゃと。そんなにあり得るわけないかな。全部そうだよ。このアジトは日本に着いてから密航者たちの身柄を一時預かる中継地点らしい。ここから何人もの不法就労者を斡旋していたと思える証拠品を大量に押収した。男の身柄を拘束して無事摘発も終了した。とその時である。すいません。入国警備官が不審な若い女性を発見。このアパートの住人らしい。この女性も邪党の一員なのか。突如現れた謎の中国人女性。彼女の住居はやはり先ほど摘発した邪党のアジトだった。パスポートを確認したところ、札幌で外国人登録をしており、日本人と結婚していることが分かった。パスポートは偽造には見えない。ナナさんどこにいんだ。札幌か。私さん仕事どこにいんだ。ここにいないだろ。今日なぜあなたここにいんだよ。ちょっと電車行きを打ってください。至急連絡を取り、パスポートが本物かどうか確認を急ぐ。これ新手のあれかもしれないよ。日配を袋を入れた新手の車と。あんた嘘だ。嘘ダメよ。違う。あんた嘘はこれだぞ。高いだね。少ないぞ。やはりパスポートは本物。ビザも有効であった。しかし法の目を欺いた偽装結婚という手口も考えられる。日本来てからずっとここにいるんだろ。旦那さんイミテーション結婚じゃないか。ん、旦那さんいないじゃない。旦那さん札幌だろ、うん、あなた札幌も分からねえんだろ。血合いで。旦那さん名前なんだよ。ない。邪党が新たに始めた巧妙かつ悪質な犯罪なのか。黙り込む彼女はもう逃げも隠れもできない。今回の邪党の摘発は大きな成果を上げた。押収したコピーから数人の身元が判明。現在もなお
追跡調査が続いている。そして今国内では集団密航助長罪の新設が検討され、本格的な対策が始まったのである。